スタートしましまたバラついたスタート好ダッシュは1番湘南ナビが切っていますが早くも一馬身リード追って11番サンウッドランド前2頭間は10番サンライズシューズ前3頭です4番手は14番アラモードバイオ一馬身後方に12番西野ラフィカ13番ディープパープル内からは2番イッソセレナードが接近していきます3コーナーから4コーナー前は固まっていますがわずかに1番湘南ナビ先頭リードはほとんどなくなって4コーナーです接近する外からは10番 サンライズシューズか4コーナーをカーブ直線に向いていますあとは三馬身後方内からは2番イストセレナーデ横に広がって3番手以降ですが11番サンウッドランド内は4番アゼルスタンあとは14番アラモードバイオその後方からは7番湘南ガニアンが追い込んでくる前は1番湘南ナ,ナビ先頭1馬身半リード10番サンライズシューズが2番手3番手は4番のアゼルスタン前は2頭並んで今度は10番サンライズシューズがトラえ切って半馬身1馬身抜けてゴール。 2着は1番湘南ナビ3着4番アゼルスタンです。 落ちち着くのを待まますスタートしましたほぼ揃いましたまず押して9番スマートルミエールわずかに出ていって足元ダートに変わります7番の湘南アニメ内から6番ユイノムサシ3頭広がって先行です二バシンがいて2番ティートラップそれから3番グランドストロークが5番手さかなクン追走4番ハリウッドヒルズ外から11番ユキノベルデ12番サンライズプラウト一番後ろとなっています 各馬が4コーナーのカーブに向かうところ前は広がっていますイノの武蔵、そして湘南アニメ。 この2頭を並んで4コーナーをカー,ブからカーブして直線に向かいます9番スマートルミエール3番手外目に持ち出してこの内から T ティートラップ打ちに持ち込んで1番 KI マリブ上がってくる外から馬場の真ん中からさらに外スマートルミエールアンビル通って残り200を切って広がっている内目から7番ショーナーアニメ抜け出しを図ってリードを市橋にとりましたが離れた外から9番スマートルミエールがやってくる7番の湘南ーーアニメ9番スマートルミエール内外離れて並んで5塁3着は2番のティートラップわずかに優勢 スタートしました揃いましたた揃いいままさあ先行争いです、ま、ず間から4番ロータスランドが前の位置内から接近する2番のイカットそして3番手から内純ライトボルト3番手から2番手に上がります先頭に現在立っているイカットに並びかけます前3頭からは1番審査3番のアグネス・リバティが続いてこの辺りは中段その外目6番のラインオブダンスがつけています残り600を今通過 そして2番手ですが、外4番のロータスランド、外から6番のラインオブダンスが3番手、内に1番のジュン・ライトボルト、さあ、直線構成と入りました、先頭は2番のイカット、しかし外からロータスランド、2番手に上がって、馬体を接してきた。 現在、ンライトボルトは3番手、内に持ち込んだ7番のシーリアスラブさらに外からは黄色い帽子、5番のセグレド・スペリオル前の争い残り200を通過して今度はかわした4番ロータスランド先頭だ2番手、2番のイカットですがンライトボルトが接近して単独2番手をかがっている先頭は4番のロータスランドロータスランドゴリン2着は1番のンライトボルト3番手争いが最後2頭、イカットあるいはシーリアスラブ。